ウォレス・ワトルズ、ウォレス・ワトルズはアメリカ合衆国の作家、思想家。ワトルズの生涯ははっきりとは分かっていないが、著作物は広く引用され、ニューソートの自助運動を巻き起こした。ワトルズの代表作は、裕福になるための理論を説いた1910年の富を引き寄せる科学的法則である。ウォレス・ワトルズが亡くなった直後に、娘のフローレンス・イワトルズが、 父の生涯を記述したレターがエリザベスタウン編集のもとでニュースオート紙のノーチラスに掲載された。ノーチラスにはワトルズの著作が過去に何度も載っており、タウンはワトルズの書籍の発行者でもあった。フローレンス・ワトルズは父は1860年にアメリカ合衆国で生まれ、ほとんど正規の教育を受けておらず、富の世界に受け入れられていないことに気づいたと書いている。 1880年のアメリカの国勢調査によると、ウォレスはイリノイ州、マクヘンリー郡の田舎町の農場で両親と暮らしていた。ウォレスの父は庭師で、母は専業主婦だった。ウォレスの両親はニューヨーク出身で、ウォレスはイリノイ州出身であると発表されている。兄弟の存在は記録されていない。1910年の国勢調査によると、 ウォレスは、苗字の綴りを、ウォルターズから、ワトルズへ変更していて、結婚しており、フローレンスを含む3人の子供がいて、ウォレスの母も一緒に暮らしていたことが確認できる。フローレンスによると、ウォレスは、たくさんお金を儲けて、性格の脆さを除くと、健康だった年、1911年に亡くなった。ウォレスは亡くなった時は51歳で、フローレンスによると、若すぎる死だった。 死の前年には、二冊の本を発表するだけでなく、選挙へ出馬していた。オラエレン・コックスが1916年に書いた、ザ in ・ソシアリスト・パーティー・インディアナによると、ワトルズは晩年インディアナ州高校の近くの町で暮らしていた。娘のフローレンスによると、ワトルズが暮らしていた町は、インディアナ州のエルウッドである。1896年に、シカゴで、ワトルズは、 キリスト教社会主義を唱えることで、全国的に知名度が高かったジョージ・ディ・ヘロンと出会った。ヘロンと会った後、ワトルズは社会主義の空想家となり、フローレンスによると、素晴らしい、社会主義は神の言葉だと言っていたとしている。フローレンスによると、ワトルズはメソジスト教会でそれなりの位置にいたが、異教のため放り出された。ワトルズの2冊の本は、社会主義の角度から、 キリスト教を論じたものである。1908年の下院議員選挙では、ワトルズはアメリカ社会党から立候補した。1910年には、再度社会党から立候補したが、どちらの選挙でも敗北した。フローレンスによると、ワトルズは死後もしばらく社会党員のままで、1912年と1915年の社会党全国委員会での大議員だった。 アメリカ合衆国中西部の人であるワトルズは、エマ・カーティス・ホープキンスや、ウィリアム・ウォーカー・アートキンソンらニューソートのリーダーたちと、シカゴへ行き、インディアナ州で日曜夜に講義をしていたが、ワトルズの本を発行するのは、マサチューセッツを拠点とする、エディザベスタウンだった。ワトルズは、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルや、ラルフ・ワルド・エマーソンの著作物を学び、彼らの著作物についての解説書、 コスモスの一元論を表している。ワトルズは研究と実験を通して、ニューソートの原理と真実を発見して、自身の人生でそれらを実践したと述べた。ワトルズは、ホーレス・フレッチャーの完全咀嚼法や、エドワード・フッカー・デューイの朝食のき計画ら人気のある健康論を唱え、それらは自身の生活に当てはまったと主張した。さらに、 それらの主義と実行方法の概説本を書いた。ワトルズは、元の理論提唱者の言葉を理解するよりも、むしろ読者が実践することを奨励していた。そして、彼らがそれらの説を発表するより前に、自身で実際に実践したと主張した。ワトルズは、創造的に創造する技術を磨いた。娘のフローレンスの言葉を使うと、心の絵のイメージであり、それは、 目標の実現に向かって扱われる。ロンダ・バーンがザ・シークレットについてニューズウィークからインタビューを受けた際、ワトルズの富を引き寄せる科学的法則の影響を受けたと語っている。バーンの娘ヘイリーはバーンが挫折から立ち直るのを助けるため、ワトルズの本を母に渡した。ザ・シークレットは他のニュースート思想家であるウィリアム・ウォーカー・アトキンソンの1908年の作品、 ソートバイブレーションワーザロオブアトラクションインザソートワールドに記された引き寄せの法則も参照されている。ありがとうございます。